はい。一人で q るもんです。こんばんは。ということで、ね、路列もあんま回らないんですけれども、えー、今日は大阪でガンガンポップコーン。追加公演ですね。初日、無事終えました。ありがとうございます。そして来てくれた皆さん、ありがとうございました。<laughs> 今ですね、 えー、打ち上げを終えて、えー、ホテルに戻ってきたところであります。もうね、えー、アルコール摂取量から考えても寝ないといけないんですがその前にちょっとだけまあ初日ってこともあるんでね撮ろうかなと思って撮ってますけどいやーどうだったんですかねハプニングたくさんありました。 まずですね、最初のハプニングは何だろうな、えー、大阪来る前提で、えー、準備をして、昨日ねプレ、プロジェクトレッスンの方に行ったんですけども、僕、今日ですね、朝の8時15分に起きて、えー、9時15分の飛行機に乗りまして、愛媛に営業に行くんですね。 なんか営業っていうといやらしいですけど3回ショーをしに行くんですけどそれの衣装をですね忘れましてまあ家に帰って、まあ、それが大事なトラブルで、えー、大阪に車でね来ましてでまあ何やかんやで本番を迎えやってたんですけどまさかのね一つのネタの衣装を 僕が勘違いして忘れるという大失態を犯しましてでね衣装チェンジにね本番始まって急遽本番1分前くらいでなりましてほんとメンバーの皆さんには申し訳ないほんとすいませんでしたもうね毎回やるんですよね僕こういうことほんと初日大嫌いね とはいええー、今回初めての、毎回はじ、なんだろう、ツアーの最初は福岡っていう決まりがあったんですけど、決まりでもな,んないんだけど、そういうふうになってたんですけど、今回大阪から始まりまして、まあ、やったけど、やっぱりね、ライブは楽しい、あのー、なんど達成感っていうかね、まあ、だからこんだけ、 まあねサングラスもしてるしマスクもしてるしわからないと思うんですけど僕は最高にハッピーだし最高に酔っ払ってますありがとうございます本当にでまあ振り間違いはね毎度毎度のこと打ち上げで映像を見ながら反省をしましてまあいろいろ改善点だったりとかここはこうしよう皆さんのアンケートが本当にいいスパイスになるというか やっぱり見てる人たちはこういう目線で見てるんだよすごく参考になるんですねアンケートから始まる飲み会なんです飲み会というか打ち上げ反省会ね一1杯目をまず頼みますね居酒屋入ったら1杯目頼みます来るまでの間からもうアンケートを見始め乾杯お疲れ様でしたね しばらく無言が続くわけです。皆さんからのアンケートを読んで、こうだね、こうだね、あ、確かにここはこうかもね、あ、こういうの面白そうだね。ほんとに参考になってます。ほんと、見てる人たちのことを前提にいろいろ今後もね、考えていきたいので、本当皆さんのおかげです。ありがとうございます。ね ね、もうどうしたらいいですかねほんと最高のメンバーと最高のスタッフ陣と一緒にできていいお酒を飲めて僕は幸せですそれでみんなを喜んでもらえたらねそれでみんなの笑顔が出せたらそんな素晴らしいことはないですねそのためにもダンスをもっと頑張んないとな思います ちなみに練習だと間違えないところを間違えてるっていうところだけねまあ甘えですけどねプロとプロとプロって言っていいか分かんないですけどねだめなんですけどねはい私は明日が早いのでまあもう寝るんですけども本当に初日を終えてですねやってしまった話はまあたくさんあるんですけど ネタバラシになってしまうのも良くないのであんまり言えないんですけどねただ単に最高のメンバーと最高のものを一緒にやれてるっていう自覚というかそういう部分だけは持ってるっていうところですとりあえずねツアーの初日なんでこういうのを残しとかないといけないのかなっていうつもりで勢いで撮ってるし酔っ払ってるんで何言ってんだこいつ どいつもあってないよいろいろあると思いますけども今日が最高でそれでいいじゃないっていうことで今日はもうねこれいら感します明日も早いのでえー、ぜひまだね名古屋も福岡も東京もチケットは余ってますねスヌー PJ ーさんも今回で卒業ということで まあいろいろな思い出がありつつのツアーですけど僕ら本気で頑張ってるんでねだからお酒も美味しい間違いなく1年の中で、まあ、今回は追加公演ですけどねツアーにかけてかけてる時間も一番長いし頑張ってるのもそうですもちろん一人でできるもんとしてのショーも100%でやってはいますけれどもこんなに美味しいお酒をね 同じ努力をした仲間と飲むって素敵だなって毎回思ってますねもちろんそれは来年もやるつもりだし長いねやめましょうじゃあこれくらいします本当に今日来てくれたみんなこれから今日来てくれたみんなは本当にありがとうございますこれから来るみんなはぜひ期待しておいてくださいねお友達を支える上少しでも 集客につながればいいなと思ってます、ね、僕らのことを少しでも好きに長いねやりましょうではお疲れ様でしたおやすみなさい